私は大好きなこうハロープロジェクトに入ってアイドルをできたっていうことをすごく誇りに思っているのでこう大好きなハロープロジェクトで終えたいっていうのがちゃんとあるので、ええはい、本当にステージに立って歌って踊るっていうのはこう春ツアーを持って卒業という形で椿ファクトリーがデビュー7周年の2月22日にサードアルバムの発売イベントを開催。 春のコンサートでグループを卒業することを発表したリーダーの新沼紀空さんが現在の心境を明かしましまたこう今までハロープロ研修生の時期から含めてこう10年アイドル活動をやってきて本当に普通じゃこう経験できないことをたくさん経験させていただけたことが本当にありがたいなと思いますし。 これが当たり前じゃないけど当たたり前のよように毎日過ごしてたんですよだからこう自分が卒業した後にこの当たり前がなくなっちゃうんだってこう思うとなんかすごく寂しい気持ちになるんですけれどもなんかやっぱりこうグループってなんだろう みんなにこう未来を託して卒業していくのも一つの理由でもあるので私はそうやって言えるぐらいこの椿ファクトリーのメンバーとして活動をやりきれたって言えるように最後まで頑張っていけたらなって思います新沼さんが卒業後の進路を明かしました芸能界引退ですかそうですねはいえもうそれはもうどうなっても変わらない はいはい、どうかこっそりオーディションを受けたりとかはなく、ええ、こう私は大好きなこうハロープロジェクトに入ってアイドルをできたっていうことがをすごく誇りに思ってるのでこう大好きなハロープロジェクトで終えたいっていうのがちゃんとあるので、ええはい、本当にステージに立って歌って踊るっていうのはこう春ツアーを持って卒業という形で 2>, 2年9ヶ月ぶりにアルバムをリリース。シングル楽曲から アルバム発売のために作られた新曲まで23曲が収録されています全ての方に聴いていただきたいアルバムだなと思っておりますし私自身こう卒業前にアルバムが出せたっていうことがすごくうれしくて、まあ、約2年9ヶ月ぶりのこうアルバムになるんですけれども「椿ファクトリー」を知らないよって方が聴いても。 1>, 1曲はこう好きなジャンルの楽曲が絶対あるって言ってもいいぐらい「つばきファクトリー」は曲の幅が大きいのでなんかたくさんの方に聴いていただいて好きになってもらえたらなと思います。 おすすめしているのが「パワーフラワー今こそ一丸となれ」という楽曲なんですけどもこの楽曲は少南の風の植愛さんから提供していただいた曲なんですけどもこの楽曲はこう、まあ、いろいろ卒業とかもこう変化のあった椿ファクトリーなんですけどまたこの体制になってまた一丸となって前を向いて前進していくぞという気持ちが込められた楽曲になっているのでこの曲とともに。 世界中に椿の花を咲かせていけたらいいなと思うのでとてもおすすめない,い曲になっていますもし可能ならですねおすすめのワンフレーズ歌ってもらえたら嬉しいな今回いただいたアルバム新曲の「えー、StayFree&StayTune and Stay」という曲があるんですけれども冒頭に「ComeOnEverybody」っていう煽りがあるんですよ。 でそこをこう今回私が担当させていただきまして、はい、その「カモエブリバディ」が春ツアーのタイトルにも入ってるんですねだから結構私的にもすごくお気に入りポイントなのでじゃあそこのあおりをお7周年を迎え新たなスタートを切る「椿ファクトリーが」が 他ののハロローーププジェクトのグループとは違う少々明かしましまた何色にでも染まれる力っていうものだと思っていて本当に「椿ファクトリーは楽曲の幅も広いですし一曲一曲別のグループが歌ってるんじゃないかってくらいこうそのどんな曲にも染まりきれる力が私は「椿ファクトリーの魅力だと思っているのバラエティー力が「ハロープロジェクト」の中で一番あると思っていて。記者から 無茶振りがこうモノマネとか一発ギャグとか一個い,ただいても笑えるようなモノマネではないんですけど劇団式のあのモノマネをさせてくださいありがとう <laughs> <laughs> 椿ファクトリーがデビュー7周年の2月22日にサードアルバムの発売イベントを開催春にグループを卒業する新沼紀空さんが現在の心境や卒業後の進路を明かす テレビ朝日 AI アナウンサー花里結菜がお伝えしました。